あなた以外は全員あなたのことをクズだと思ってんだから <laughs> 私は結婚して幸せな家庭を作りたい、えー、しかし高校時代の彼女に振られた時の寂しさから、えー、振られても甲えがいれば何とかなると浮気ばかりしてしまってましたしかし2年ほど前この人なら信じられると思える女性と出会い子供ももできましたが ギラギラしすぎる他の女がいるんでしょうと振られてしまいました、えー、その後、女性を信じられなくなり浮気ばかりの元の状態へ戻っていますまた常に自分はダメな男だと日々筋トレ等の努力をしてモテようとしていますが逆に周りの女性からチャラ男と思われ幸せな家庭を持ちたいという方向から離れてしまいますどのように考えれば気持ちの整理がつくのでしょうかまたどのように行動したらいいのでしょうか回答をよろしくお願いしますというです、ね、迷える男さん20代男性ですね うんんんんあのねまああのどのように考えれば気日ちの整理がつくのかどのように行動したらいいのかでいいんですよねつまり、うん、根本的な問題はあのまあ簡単でですねあの人間には本音が2つあるという思います僕はそれはですね頭の中で俺はこんな人間だこんなことが本当にした,したいんだと思うですね 本音,がこれがまあ本音1ですね。で本音2は行動には例えば、あのー、早起きしたい早起きしたい早起きしたいと思っているこれも本音でしょうしかし実際に起きられないこれは行動で現れる本音なんですねつまり起きたくないですね夜更かししたい朝いつまでも寝ていたいという。 本本音1と本音とが、まあ、両方人間にはあるんですよ。で、迷うる男さんの頭の中では結婚して幸せな家庭を作りたいっていうふうにほざいてるんですけどもですねその行動の本音を見たらひたすらモテて遊びたいと思ってるだけなんですよ。 でこの、「ひたすら俺はモテたい遊びたいだから筋トレしてるんだで多分顔もそこそこいいんでしょうだからそういうふうなことができるんですねでこの自分を認めたくないだけなんですよねあの,行動の本音は丸バレなんですよ。周りの人に丸バレだからあの周りからチャラ男と思われてるとかですねあの真剣に付き合ってる女の子からもです、ね、女の子で、まあ、子供までできたんですねでそれからですねギラギラしすぎる他の女がいるんでしょと振られてしまいました子供までできた女が、 そんんなな理由でで振るはずないんですよ。もっと嫌なこと本当のこと言われてるけどここに書いてないだけだと思うんですね。<laughs> であのひたすらモテて遊びたいが本音であってで最初の彼女ができた時からですねその「振られたから、えー、振られる寂しさ怖さから、えー、浮気をしてる」って言ってるんですけどもこれ違うんですよあの。浮気するための理由を脳内ででち上げてるだけなんですよね。だから あのこの程度の複雑さっていうのは人間誰しも持っているこの程度の本音の使い分けって人間って誰でもやってるんでですね自分の本音が見抜けないはずないと思うんですねだからよっぽど自分のことをいい人まともな人と思い込みたいだけなんですよ。でこの自分のことをいい人まともな人と思い込もうとしてるここがあの迷う男さんのその だろう間違いポイントなんですよ違うんだからだって違うんだしあなた以外は全員あなたのことをクズだと思ってんだから <laughs> でも自分は本当はっていうのは自分はクズで浮気ばっかりする男だけどいつか結婚していい家庭を作りたいと思っているすごい厚かましい男ってこれでいいじゃないですか。全然それで なんかあのモテ男としては全然普通のことを言ってるだけだと思うのでで浮気ばっかりしてるダメな男でも幸せな家庭っていうのは可能なんですよ不可能かというと可能なんですよだから頭の中で思ってる本音を将来の夢にすればいいだけでですね それで金貯めて30になったら自分で店出すぜとかラーメン屋開くぜとかカフェ開くぜって思ってる人いっぱいいますよね30歳になったら35歳になったらそれまで一生懸命働いて真面目に働いて金貯めてっていうのと同じようにですねもうあの今はもうとりあえずモテるんだからめちゃくちゃ遊ぶんだけども30になったら結婚してやるぜとか35になったら、あのー、まともな家庭持ってやるぜっていうふうに決心するんで全然いいと思いますけどね。多分 僕が今言ったように切り替えても周りから見てあなたは変わったように全然見えないしそ,のそもそも、えー、結婚して幸せな家,家庭を持ちたいという夢は目標になるだけですねその夢を目標にして30歳とか35歳というふうに延長して考えればいいだけだと思うのでですね、えー、その方向でとにかく目を覚ましてくださいもう本当に自分に対して夢を見るのはやめましょうもういい年してんだから。 えー、次ののさん女性20代売れている芸能人の方がなぜ自殺してしまうのでしょうか美貌と才能と仕事と家庭や恋人に恵まれ多くの人に評価されている人でも死ぬことを選んでしまうなら自分がこれから社会人になってから辛いことがあった時に乗り越えられる気がしません就職活動ですでに心が折れかかっている私にこれから生きていくための心の支えになる指導をいただけると嬉しいです <laughs> そうですね。売れてる芸能人は全てを持っている。まあまあそうですね。そういうふうにもののさんから見たら、そういうふうに見えるんでしょうね。うん、うん、ただね、あのあの人らはあの人らで、その本当がないんですよね。本当がないっていうのは変ですけどね。あのみんなね、自分が売れたのはどっか偶然だと思ってるんですね。つまり売れてる芸能人とかタレントさん、俳優さんの人って自分と同じぐらいの才能があって美貌がある人たちと。 最初、は横並びなわけです、ね。で、その横並びで仕事していて、自分が売れていくときに、なんで周りとの差ができたのかというのはよくわかんないし、なんかその、どっか偶然な気がするし。だから、あの占い師とかに頼ったりするわけですよね。で、以後は、ひょっとしたら、今がなんか自分の人生の絶頂期で、あと落ちるだけじゃないかというふうに心の中で思っている人が多いんですよ。だから怪しげな出資とかですね。怪しげな。 だろうな共同経営者みたいに騙される人も多いんですけどもあの僕あのよくねこのゼミの中でもダウンタウンの松本人志の話するんですけども本当すごい好きなんですよ。まだかなり若い30代前半ぐらいの,あの松本だと思うんですけども。 レンタルビデオででバイトししたいっていいう,うに言い出してるんですよ、ね、まあ自分が映画好きでレンタルビデオによく行くんだけどもあそこでバイトしたいっていうふうに言い出してで、浜田が「なんでそんなことしたいねん」って言ったら「いやなんかちゃんと金稼ぎたいから」っていううに言うんですよ。でもうダウンタウンその頃かなり売れてたんでお金ギャラもらってるわけですよね。であの浜田がおお「俺らちゃんとギャラもうてるやろ」っていうふうに言うと松本が「いや 本当の金が欲しいって言うんですよ。で、濱田が「ほんまの金ってんやねんや俺らモテるのもほんまの金やろ」っていう,うに突っ込んで会場大爆笑なんですけども、まあ、フリートークだからもちろんその場を盛り上げてるものもあるんですけどもなんかねその本音が一瞬見えるんですねちゃんとした金とか本当の金が欲しいっていうのはですねなんかあのいくら人気があって芸能人として稼いでても それで稼いだお金って何か嘘の金がしてそうじゃなくてウーバーイーツで働いてる人とかコンビニで働いてる人とかレンタルビデオ屋さんで働いてる人たちっていうのは本当の金を得てるような気がすると普通の仕事してる人には分かんない感覚ですよねそれを言い出したら誰一人本当の金ってなんか農業とか漁業とかああいうのをやってる人でない限り本当の金感覚ってないわけです あの会社に勤めてる人ですら自分の給料が何でこの金額なのかとか自分はなんか正規の社員だからこんだけで派遣はこんだけでじゃあこの差は何なんだろうとかみんなその自分のお金に関して多すぎたり少なすぎたりっていうかう多すぎると思っている人はほとんどいないと思うんですけどなんでなんだっていうのはよく分かんないところにあるのが、まあ、現代社会だと思うんですけども。 それがなんかもう正常なんですよ誰もが自分に自信がないっていうのはあの金とか成功とか持てるというのは根拠がないので自信がなくて当たり前なんでですねあの野んさんが言ってるですねそのなんで芸能人がするのか自殺するのかわかんないっていうのはこれまで何かうまくいってたものが例えばコロナで舞台がどん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 取りやめになったら舞台中止になってる人はいきなり 自分はどんな仕事をしてたんだろうとかあと舞台っていうのは本当は必要とされてないんじゃないかみたいな疑心暗鬼になってやっぱコロッと自殺しちゃうわけですよね。だからあの、今コメントであの前澤さんどうなるんですかっていうふうに聞いたんですけど前澤さんとかですね堀エモ門とかああいう人らはシンプルなんですよ。で松本人志はそういう意味ではアーティスト側でほんまの金やないって考えるんですよ。 でその「金は金やないか」って考える人の方が実用性が高いんですよね。あの社会的にに失敗しにくいんですよで。アーティストタイプは当てりゃいいんですけども当ててもいいずっと不安なままなんです心が不安なままなんですけども芸能人もですね大半の人はですねあのこれが本当の仕事だとか自分には自信があるとか思ってないんですよね。あの だからといってじゃあまあ数字さえ金さえ持っていればいいのかって考えると、まあ、YouTuber みたいになっちゃうから YouTuber ってなんか登録者数でマウントするそうなんですけどもですねそんなふうになるので,です、ね、そこら辺だけ気をつければいいんじゃないと思いますそうですえ芸能人も自殺するのは当たり前です僕らより多分不安定だと思っておいた方がいいんじゃないですかね。